彼との週一度の待ち合わせ。先週はイタリアンに行ったから、今週は和食？いや、焼肉がいいか。お寿司も食べたい。でも給料日前だから、ここは質素に。まずはこれ見に行こう。先輩の話じゃかなり面白いらしい。先週のはいまいちだったからね。彼との遠距離が始まってすでに3年。金曜日の夕方にはここで待ち合わせして、日曜日の夕方にここでお別れ。会社辞めてあっち行こうかな。既読にならない。どうしちゃったのかな。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後に。今までこんなことなかったのにな。大丈夫かな。来た。私に。ちゃんと数えてたんだね。そういうところ大好きだよ。